11月2日火曜日の山陽新聞ニュースです。茨市は2日、茨市微生町地区が美しい星空を守る取り組みにより国際認証制度、星空保護区に認定されたと発表しました。国内3例目で住民の保護活動に重点を置くコミュニティ部門ではアジア初となります。アメリカに本部がある。 天文学者らで作る認定機関の NPO 法人国際ダークスカイ協会が現地時間1日にウェブサイトで認定を発表しました。市は認定を観光振興に活かしていきます。岡山市は2日2021年度の市文化奨励賞を発表しました。学術部門に岡山県立大学デザイン学部准教授の 斉藤三重子氏と岡山大学病院講師の中塚厚子氏を選びました。芸術部門は該当者がいませんでした。斉藤氏はデジタル版ハザードマップの作成や防災アプリの開発を行っています。中塚氏は内臓脂肪から分泌される、タンパク質に血糖値を下げる働きがあることを発見するなど、世界的な研究成果を上げています。 国内外で活躍する芸術からの作品を入札方式で販売するチャリティ店、歳末助け合い美術店が2日、岡山市北区の山陽新聞社で開幕しました。423人団体から寄せられた絵画や焼き物などおよそ540点を展示しています。日本芸術委員会員の彫刻家ヒルタ二郎さんの彫刻や、去年秋に文化功労者に選ばれた。 美術家、高橋修さんの書などが並んでいます。来場者はじっくりと品定めし、入札していました。会期は7日までです。続いて、天気予報です。11月3日、岡山県南部は、晴れ、時々、曇り、ところにより、昼過ぎ、から、夕方、雨、で、雷を伴うでしょう。 最低気温は10度、最高気温は22度でしょう。岡山県北部は曇り、時々、晴れ、ところにより、明け方から夕方、雨で、雷を伴うでしょう。最低気温は8度、最高気温は19度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前10%、午後20%、岡山県北部、午前20%、 午後30%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。